い、どうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、珍しいことします。アビフェアリーでガチソロ、アビフェアリーでガチソロします。フェアリーゴーレム固定でやっていきたいと思います。まあアビのねフェアリーをせっかく作ったので、まあガチソロリーグでもねリーダーでも使ってあげたいなと思いまして、やっていこうかなと思います。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではフェアリーゴールデンやっていきます。お相手ゴーレムリーダー来ましたね。ゴレミラーですね。まあ、フェアリーがついてるんで火力足されない限りはこっちが勝つんですけど、本来はねゴレ引きでやりたいんですよね。もうちょっと引きでフェアリーをもうちょっと活用したい。さてとゴレバルガとか多いですからね、バルガは見れるキャラは引かないと積んじゃうが、まだ回せる。妥協ライン、いや無理、もう一回回す。いやまだ回せる、しなきゃよかった。ひっ、出札なんだこれ。ちょっと残りシャッフル3回だったらやめた方がいいな。もう引けないな、引きたいものが。大型もブラドラしか来なかったし、回すじゃない、打ちますか。打ちましょう、もう一発もらいましょう。剣士行く？行かない。さあゴレ、しかもフェアリーじゃねえ、袋を突き、袋を無理、どういうこと？うわあ、相手もやべえキャラ来てる。どうしよう。コスないよ、もう。フェアリー頑張って。頑張ってフェアリー軍団。そう、フェアリー軍団頑張って。フェアリー軍団頑張って、まだあるよ。そうだよ、フェアリー軍団頑張って、来ないで袋。自信しない。自信フェアリー回復は上げる。ここら辺の位置のゴーレムが好きなんですよね。アメコもう一回栽培打て。これが来ないな、これ剣士に反応しない、これ反応しない。やっと反応した。レドラか、ゴレレドラ珍しいな。うわ、カヨンパパピ、惜しい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 、あと 0.1 秒あったらこれずれてるよ、入ってるよ、惜しい。攻めきれんな。分かった、中型残して大型を先に切ろう。ゴレを速攻でいこう。ゴレ速攻でいってフェアリー付きで暴れてもらって、思う存分暴れてもらって相手のキャラ数削って、こっち最後中型残ってますよっていう状況を作ろう。それが多分一番強いな。最終的にキャラがいなくなってたらね、意味がないので、もうちょっと混ぜる。でこいきますか。ポックルいるから、おリンプした。でもそっちじゃないんだけど、ここは取れず、さあゴレいきます。お早いゴーレム、
倒していく。お相手引いてくるかな、これ引いてきましたね。取ってほしいんだが取る気配がまるでない。ペアに勧誘たちだな。まあ、しゃなしか。マロ奪った。ネボバー奪え。無理。でも十分頑張った頑張った頑張った。このまま？あ、無理だ。体力なかったわ。で、まあ、問題が何かというと、パチ奪ってほしいな。お、奪ってく。ナイス。素晴らしい。で、レッドドラじゃなくてあれ倒してほしいんだけど。さあ森作り。行ってこーい。詰め切れ。狙いは干渉あるぞ。アールソック、いいね、いい攻めだった。やっぱゴール先切りだな、これこれの方がやりやすいな。まあコンソリで配置も強かったっすけどね、相性良かったっすけど。さてお相手がトロールですね。トロール、トロール、トロールか。まあ、ゴールだけだとちょっと心もとないんで、しっかり倒せるから引いていきたいですね。クレフラとか一番いいんすけど、クレフラが一番いいかな、食べやすいし。ただ一番はバルが倒せるから。倒せない、倒せない。もう一回回すか、しょうがないな。なんでこんな終わってこないの、おかしくない？さっきからこんなんばっかなんだが。ラストシャッフル絶対に終わってこないな。札も弱いし困りましたね。これまたナイス。さあ頑張って頑張って。なるほど。え、終わったじゃん。積みゲー。なめここ、なんだこれ、積んだんだが。あ、でも結構削れてるぞ、なんか知らんけど。なんか知らんけど倒せそうだぞ、フォアドラ倒したぞ。なんか知らんけど、うん、頑張れ頑張れ、そのまま押し切ってくれ、頼む。相手ね、フェアリー UFO って結構コスト使うんできついと思うんですよ。もうコスト、なんで押しましょう。どんどん回収してください。どうぞ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 、またトロールでしょどうせ。でも無理でしょ。はい、トロール UFO は無理っすね、コストきついんで。ゴーレ使ってないんだが、ゴーレフェアリーなのに。
一応出しとくか。ナイス。まあいいでしょう。さてやっていきましょうか。お相手がノームリーダーですね。ノームはゴレ、先に切ってくれたらゴレが生きる、次男三男を踏み台にして、スキル打ってもらうっていうねことができれば。ただ触られてしまうと逆に次男三男をフェアリーに飛ばされちゃって痛いんで、そこだけ注意かなっていう印象ですかね。あんまいい札じゃないな。なんで止まったんだろう今。楽しそうだなと思って見てた。ちょっと迎撃多いですけど、攻めめたところで行くかもしれない。メタドラがフェアリーの回復入んないんで、ゴレにフェアリーかけるしかないんで、ノームに今どっちから行くかなんですけど、ただ一応ポックルがいるんで対バルが問題ないんで、メタドラ早めでもいいかなとは思います。一体行っちゃおうか。これフェアリーで回復し続けるから、こっち大砲で死にきらないんですよね。これ美味しいですね。取っていく。でかいですね、これは。カニ一本置いちゃおうか。本当は置きたくなかったですけど。これいっちゃおう。もう、めんどくさいから。狩られそうなんだが。さあ、噂をすれば、バルンガール。これ引っ張ります、ちょっと。フェアリー一回耐えるんですよね。これ強いですよね。少し死にますけどね、さすがに。下からフェアリー切ってあげましょう。さあいいよ。これ死にそうだな、ゴーレムが。うん、多分下降りてこないとは思うんだけど、置いてあげて OK。 カニを取っちゃおっかだな。後ろかとりあえず。でうわ、魔法に駆られてるな。魔法がすごい強いな。なんとか吹き飛ばし続けたいですね。もう一発飛ばして魔法返して、うん、ドロー、セーフ。やっぱノームリーダーやばいっすね。スキル打ちすぎだな。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。今回はフェアリーリーダーでやってきました。まあなかなか面白いですね。面白いですけどちょっと難しいので、おすすめするキャラではないんですけど、リーダーとしては裏引きは全然おすすめですよ。めちゃめちゃ強いです。ただリーダーで使うかって言ったらおすすめするキャラではない。まあ、なんでアビさんを作ったかっていうと、二次フェアリーが欲しかったから作っただけなので、特にアビフェアリーがおすすめですよっていうわけではないですね。マルチのアビフェアリーは強いと思います。まあでも4体でも十分強いんで、裏フェアリーでもいいとは思うんですけど、まあこれは本当に個人の自由というかお好みですね。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。